勝候補ともされます。マルガリータ・マムーンの登場です。世界選手権個人総合金メダリスト、今回は金メダリスト同じロシアのクデラフツェワが大会に参加していません。優勝のチャンスは大きく広がっています。ボレロという大変王道な曲ですが、曲負けしない強さのある演技に魅了されてください。このロシアマムーンの演技でしたが、まあ、得意の逆イリュージョン、はい、そうですね、この逆イリュージョン一番最後に4回ということで、はい、まあ、日本のお客さんも見たくてたまらなかったこんな技じゃないでしょうか。そしてこの最後のフィニッシュです。ボールの特性を生かした掴み取り方をしましたね、はい。さあこのマムーンの得点ですが、Dスコア 9.5、Bスコア 9.4、ともに高いスコアを上げて 18.9 です。